おはようございます。ということで今日は B リーグ最終戦ということでパンチングで狙いに行きたいと思います。受付会場まで今から行きたいと思います。選手早く49番岩井選手、岩井選手早く
進行しまって来たわ。とりあえず1本目ジャイロスター 3.5 一応スパンチック、とりあえず1本目50クラス。今日は B リーグ最終戦だったんですけど、1本だけ釣れました。1本60ぐらいの2800ぐらいが釣れました。まあマットパンチングだけで今回狙いに行って、まあでかいやつ取れてよかったんですけど、まあ今日、まあ、リズムが良くなかったというか、まあもしリズムが良かったらそのね60クラス3本ぐらい揃えて8キロっていうちょっと勝負に出たんですけど、やっぱそんなに甘くない、とりあえず1本だけっていう感じだったんですけど、まあ自分のマイゲームができたから楽しめれた感じです。ということで今年は終わりましたけど、一回も勝てずに来年また頑張りたいと思います。ということで応援よろしくお願いします。